俺もついこの前ありましたもん。電車に乗ってて、電車にこう乗ってて、俺もマスクして、向こうもマスクしてて、あ、知り合いだと。あ、しかも、なんか、一週間前ぐらいに会って、もう顔とかもう全然覚えてるわけですよ。あ、ねえねえねえつって。って言ったら、ん?って言われて。もうなんかずっともう下向いて、でも顔そんな感じだったし、服装もあながち間違ってないような気がするけど、絶対向こう違う人だし、どうしようって思ったまま電車で俺座ってて、向こう目の前に立ったんだけど、混んでたから、混んでて、しかも30分ぐらいずっとその人目の前にいて、もう俺はぁって思いながら、うん、キャプテンアースに行く年だったのその時だったですよね。いやでもそれは嫌だな。でもどっかで会った人、特にマスクとかしてるとちょっと分かりづらいじゃない。分かんないですよね。でふとこう街中ですれ違って、目が合った瞬間、俺この人知ってると思って、うん、でもほら仕事の関係者かと思うから一応会釈するじゃない、うん、あと思って、で一応ほらこの業界の挨拶でおはようございますだから、あ、おはようございますなんて挨拶するんだけど、よくよく考えてみたらさ、いつも行ってるコンビニのバイトの人だみたいなさどんなことだ。すげー知ってると思ったんだけど。あ、コンビニの人だと思う。全然業界の人じゃないから、おはようございますなとか。あれっつって、今夜だけどとかあるんでしょうね、きっと。そういうことありますよね。でもありますね、これは。どう、これ打ち上げます?どうですか?この二人からしたら。まあ、でも、よくあることって、っていうのは、私もでもやっぱりゆで卵は引っかかるんですけど。そこ引っかかんね。やっぱ引っかかりますよね。カラオケにゆで卵に関して打ち上げるってことじゃ。でも打ち上げるんだったらどっちかっていうとそっちですよね。あ、そうですね。今までの俺たちの会話はもう無だね、じゃあ。すいません。でもお二人があるぐらい、私たちもね、あるじゃん。あります。でも打ち上げたらいいよ。じゃあ、打ち上げますか?打ち上げ、大丈夫なんじゃない。大丈夫ですよ。よくあるもの。あ、よくあるんだ。あ、そう。あ、そう。まあ、でも、等しくみんなの中で知らない人に対して、例えば、なんだろう、女の先生だったりとかに対して、お母さんって呼んじゃったりとかする。あ、恥ずかしい。その延長線上にあることだからさ。じゃあ、恥ずかしいと思うよ、きっと。せっかくだから。せっかくですからね。1つ目だし、打ち上げます。1つ目だから、じゃあ打ち上げますか。それでは、みやさんのメール打ち上げていきましょう。ロケット、発射 !3、2、1、0。随分大掛かりだな、これ。いや、こう、あー、飛んでた。あ、大地さようなら。ね、今これ聞いてるだけの方にはね、ちょっとわかんないと思うんですけど、今、実際のね、キャプテンアースに使われてる映像が、はい、使われてまして、はい、大地なめのロケット発射みたいな。でしたね。はい。いい絵でしたね。いい絵でしたね。はい、ね、皆さんね、もうこれで恥ずかしさもないですね。はい。はい。さあ、それでは続いてのメール行ってみましょう。こちらです。